はい、今広です。ジュリです。はい、今回はね、商品紹介します。イエーイ。今回は夏に必要な冷蔵庫です。イエーイ。皆さんクーラーボックス、まあ基本はお持ちですよね。うん、持ってきますか？クーラーボックス持っていきます。持ってきます。今日も。はい、こちらにお見せしてください。はい、僕らがいつもほとんどのシーズンはこれを使ってます。もうこれがね、使い勝手いいんですよ。いつもシアトルスポーツ。そう、有名なシアトルスポーツのソフトクーラーボックスですね。で、これは25リッターだったかな、これも。で、横タイプ、横長タイプなんで、うん、アクセスがしやすいっていう特徴があります。うん、運びやすいしね。うん、運びやすいし。でも、ほとんどこれを使ってるな。もう、だいぶ使っている、使い込んでる。うん、でも、夏はそれじゃあ無理だ。それじゃあ全然無理だ。保冷剤がね、すぐ溶けちゃいますね。3時間で無理だ。3時間無理やな。ということで、今回ご紹介したいのがこちらになります。じゃん。おお、ご以上。ちょっと山広さん腰痛めてます。で、こちら、防治 RV です。はい。で、実はこの冷蔵庫、うん、以前にも僕らずっと使ってて、2年前とかにも僕1回レビューしてるんですよ。重さはまあ11キロ、結構重たいです。よくある高級ハードクーラーボックス、はいはい、もう5、6キロするんですよ、重さがね。重たいよね。そう、重たいし、でかいし、入れるところは少ない。で、こちらもそうなんです。でかいし、入れるところは25リッターなんで少ないです。どうせ同じハードクーラーボックスを買うなら、もう冷蔵庫がいいっていうのが僕らのチョイスです。うん、で、絶対的に。絶対的に。なんで絶対的にって言ったかちょっと分からんけど絶対的にそうらしいです。で、3年前って何が変わったかというと値段が安だった。おー、なんか2万2、3000円だったんですよ。2万2000円かな。前は4、5万前 3万なんぼかしたって結構高かった。2万であのハードクラーボックスで4万とかするよ、うん、4万4、5000円すると。でも断然こっちじゃないって思うわけですよ。私は私も思います。はい、正解。絶対的に絶対的に絶対的に冷蔵庫必要、はい、必要です、はい、1個変わった点ではここにカップ置き場が、あ、そういうこと。これ、はい、なんかデザイン増えたなと思っとって、でここはちょっとよくわからんけど滑り止めになっております。なるほど。前のって冷蔵庫らしくツルツルしとったから、ツルツルしてた、物を置けんかった、うん、すぐ滑って、うん、でも今回のは置けます、うん、っていうのと、こちらバッテリーを別売りで買うことができます。おもてなしみたいな。そうで、それが 220Wh の、バッテリーが別売りで作ることができます。で、こちら一応ね、ちょっと見てもらいましょう、はい、ちょっと空きスペースがあるんですよ、ここにね。で、これが一応入れれるようになってて、めっちゃコンパクトだよ。そう、コンパクト。もう本当に入れるだけ、まあ、うん、置くだけ、置くだけです、うん、蓋をする、はい、で、まあ使える、うん、で、これが 220Wh の容量のバッテリーとなります。こんな感じです。はい、オープン、はい、中はまあちょっと僕があれ、あの、知らんかった、知らんか、おにぎりをちょっとコンビニで買いました。いつも買いたくなるのでおにぎりが入っております。これが25リッターです、うん、はい。なんか2人では本当に十分なんで、ね。うん、全然十分。で、冷蔵でマイナス22度からプラス10度まで使うことができます。うん、はい、まあそんだけ冷凍、あの、釣りとかする人にはいいんやろな。氷入れて、うん、魚入れたりとか。そう、あの、飲む人とか。飲む人とか。うん、飲む人とかもさ、あ、そういうことね。うん、あ、氷を持っていく。じゃあ缶をいっぱい入れたら冷たいでしょ。ああ、どういう意味、マイナス22度はどう関係ある氷を入れて魚を入れて持ち帰ったりとかできるやんか、まあ、そういう分僕らではまあ2度3度できたらいいと、うん、56センチあります、うん、はい、高さが、37センチになりますね。横が31、はい、ここのバッテリーをここから穴があって給電させることができます。で、これを差し込んだら、まあ、バッテリーにつながると。はい、はい、着きました。で、僕はこれの考え方をいろいろと考えました。
考え方をいろいろ考えてくれたんですか、うん、これの使い方をです、うん、ありがとう、はい、そうなぜかというと、はい、これは 220Wh、うん、で、まあ、最低 40Wh はこれが使います、うん、40W の給電があるっていうと 220W÷40 は何でしょう、5.5時間しか持たないってことですか、原さんの1個のバッテリーのフル充電で 5.5時間ってことは、うん、家からキャンプ場まで持っていったら意味ないじゃん。なる車で来るときは車のシガーソケット車のシガーソケット、シガーは砂糖正解、うん、シガーソケットです。シガーソケットから給電させて目的地までやります、うん、じゃあ、うんうんうん、バッテリーは使うことはありません、うん、でただフル充電ですね。フル充電です。で昼間、うん、すごい暑いですよ、うん、暑い時っていうのは一番ワット数上がってしまいますやっぱり、うん、っていうことはこのバッテリーを使うのはもったいない。もったいないらしいです。そうなんですよ、もったいないのでこれは使わない、はい、そういう時はこういう皆さん持ってるモバイルバッテリー、昼間とかはこれで持たします。うん、まあ、結局いるんです。そういります。日帰りとかでいらないですけど、あ、そうやね、あの泊まりとかで次の日も肉とかを使うとかであればいるから、うんうん、このバッテリーを使うんであれば、はい、夜をやると夜って、まあ、温度が低いの で夜ってこのこっちのバッテリーって携帯とか充電を重くしたから、こっちは携帯とかいろんなことをしたいので、こっちを使うと場所が遠くなって使い勝手が悪いから、こっちは携帯とかいろんなことを充電させます。でその時に夜はこっちにします、はい、そして夜は温度が低いのであんまりワット数が使わない。なるほど、変わるんだね。まあ、日帰りならこれで十分かなと思います。まあ、僕的にバッテリーを、はい、まあ、何個か持っとけばバッテリーだけでいけるけど、あ、ね、そうだね。そうこのバッテリー意外にするのに2万円ぐらいです。あ、結構しますね。そう、これも2万ぐらいになる。じゃあまあトータル的にはだから、まあこのバッテリーを2個買うっていうのであれば、もうちょっとでかい目的にはもう普通のバッテリーを買ってしまう方がいいと思います。だから普通の人にとってはあまり機能はしないけど、うん、日帰りとか本当にその辺でバーベキューだけして帰ります、うん、やったらすごくいいよね、まあ、あのやっぱり線がつながってない状態で使えるっていうのはかなり、うん、例えば運動会、いや、いいと思う、うん、そう、あとお母さん方の公園の旦那さんの文句言う時間、うん、まあ、冷えたもんね、やっぱり、まあ、そういう時にはこういうのが便利だなと思うんですけど、6時間ぐらいで移動距離があって帰ってくれるとか、うん、まあ、それも目的地で全部使い果たせたら、うん、帰りのことは考えずにやったらまあまあ使えるかもしれない。1日日帰りっていう車で持ってくるから車移動の時はそれこそと思います、はい、って思います。だからバッテリーの使い方でいうと、まあ、そういうことかなと思います。あ、しかもこのバッテリーもさ、残量も出てるし、ちゃんと出てるから分かりやすい、ね、このバッテリーだけちょっと見せようか、はい、このバッテリーは今まあちょっと 86% の、うん、あの、まあ、シガーソケット、これがアウトプット、こっちから出てる状態で、であの USBAアウトプットと USB-C のアウトプットがあるので、あのこれだけでももちろん携帯充電とかできるから、あ、そうなの、そうそう、案外、あ、本当だ、バッテリーとして使うんやったら小さくてコンパクトで案外便利だ、うん、あの特に僕とかパソコンとか結構外で仕事するんやったら今までね、こっち持って行ってたんです、うん、こっちね、これからはこっちかなと思って、ぐらいちょっとこっちの面に差はあります。冷蔵庫のバッテリーとじゃなくてこのバッテリーとしての運用としてはかなり使い勝手がいいんじゃないかと、ね、はい、だから単品で売ってたりするか、あ、そうそうそう、だからこれ結構便利か、うん、あのパソコンとかやったら2回ぐらいフル充電できると思うので、うん、このコンパクトでいけるっていうのはいいかと思います、はい、どんだけぐらいここに入るかっていうのをちょっとやってみたいかな。ちょっと見えにくいね、今3度、これなんか結構ちゃんと分かるように、アウトプットで何ワット流れてるかとかも分かります。今 85% で
アウトプット今34W、33、36、はい、食材はこんな感じにいっぱいいっぱい、うん、ペラッて、はい、全然余裕、まあ、ほんまやな、うちの食材が本当に、うん、今日は特に少ないかも。はい、ということで坊主ポータブル冷蔵庫、はい、はい、夏にとか旅行にとか、うん、お土産持って帰るとか、うん、まあ、そういう分では僕らかなり実際使ってるやつになります。で今の最新のやつは単純に安くなってより良くなったということになります、はい、僕的にはもう完全に推しなので、なので、うん、色も好きよ。本当はグレーが欲しかったけど、うん、グレー売り切れでした、うん、はい、ということで、まあ、今回ちょっとこれはなんか気に入ってるから紹介させていただきたいなと思ったので紹介させていただきました、はい、皆様ご検討してください。あの、まあ、あのリンクとか全部貼っておりますので、使いようなね、貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてください。はい、お願いします。はい、今回のご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。